ふうはちゃんです。みんなおはようおはようまあさ、世の中にいろんな YouTuber さんがいる中で一番ダーティーなおはようだったっていう自信ある。なんか YouTube 界の一番汚いおはよう、寝起きです。言わんでもわかるか、キャンです。後ろには、昨日食べた辛ラーメンのカップラーメンバージョンと、昨日食べたサクレとあとファンの子にいただいたお花を飾ってます。意識高いのか低いんかはっきりしろよなあ。まあ、ちょっと朝お風呂入って化粧してのなんか髪の毛巻いてとかの準備をこうみんなに見せつけながらひけらかしながらみんなも一緒に準備ができるような動画を作れたらなと思ってます。ヘリだ、かわいいですね、ヘリさん。今日もおはよう。いや、小鳥さんみたいなテンションで、ヘリさんで砂食べていき。皆さん、ワンバンコチカポンです。ここで嬉しいお知らせがございます。8月26日土曜日、初のうやまえなさい遠征試合 in 京都が祇園花月にて行われます。パチ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 、ハッパー 60C、マブたちのグッチも連れて京都に乗り込みたいと思います。時間は19時からです。チケットはもう販売中です。ぜひぜひ皆さんに遊びに来てほしいです。他にもゲストの方をお呼びする予定なので、ぜひぜひお待ちしております。詳しくは概要欄にへばりつけておきますので、ぜひ皆さん舐めるようにご覧ください。舐めてください。舐めていいです。待ってます。よし、では洗車が完了したのでお化粧をしていく。久々だよね、化粧動画撮るの。まず下地はこれファンの子にいただいた、すっごい汚くなっちゃったこのティルティルの、マスクフィット TU クリーム、トーンアップクリームですね。ありがとう、使ってます。で、これもファンの子にいただいたティルティルのクッションで、これのパフを使っていつもつけてます。ありがとう。これ SPF50 なんだよね、すごいんだで、私こっちの目を去年出産したのまあ要はっていうか物もらいの手術をしたので、ちょっとごめんねトロンボーン式咳払いでお送りしましたやったこっちの目物もらいの手術したから、ちょっとダイヤバーが広がってるのは分かるんだけど、あと左目もうなんか多分左目 HSP さんなんだろうねすっごい気遣いなんだろうね。こっちに合わせて最近広くなってさ、で、まあこの二幅が拡大イベントが起きたのが今年の頭ぐらいからなので、最近近く埋没したとか整形したよねみたいなコメントをいただくことが多いんだけど、これってどうなのかなと思って。私はね、これ一コンチュの意見としては、こう人にどんだけ仲良くても整形したって私は聞かない方がいいんじゃないかなって思ってるうんちゅうなんだけど、みんなどう？これみんなに委ねたい意見を、ちょっとコメントお待ちしてます。よろしく頼む。ちょっとここに、これちょっと大雑把なんだけど、ここにこうちょっと出して、でパフでやる。なんか今までこのおファンデとかを手のひらで伸ばしてんだけど、このこうやってやるのとこうやってやるの全然突きが違うことに29歳で気づいて、ありがとね、スタッフもいます。どうなんだろうね。でも私整形はすごく肯定派というか、なぜかというとやっぱお金で買える幸せっていうのは買うべきなのねって思ってるタイプの宇宙私はこう思うよっていう意見があれば、どしどしお待ちしております。よろしく頼む。でちょっと聞いてよ、で最近さ、もう夏じゃん。でやっぱ29歳ということはラスト20代なわけさ。だちょっとこう楽しくしたいなと思って、今でも自分楽しいけど、より楽しくしたいなと思って、こっそりもうマッチングアプリ始めよう思ってでも久々すぎて、だし新潟ではね、こうありがたいことにTV ショーとかいろいろ出させていただいているので、
なんか写真あったらバレるかなと思って、まあいろいろこう取りった、チキったんですね。取りって、取りってまずチャットアプリやってみようと思って、ちょっと鳴らしていこうと思ったんですよね。で、みんなチャットアプリやったことある？ちょっと白いかな。チャットアプリって結構マッチングアプリよりもお手頃で、まあそれで言うとお手頃イコール、まあ、本気で出会う人も少ない。でも私お友達で、新潟のお友達ね、でなんかチャットアプリで出会った人と結構付き合ってた子いたんだよ。1年ぐらい遠距離だったんだけど、そういう子もいたから、まあとりあえずこの異性と全然連絡を取ってなかったの、全く全くだけ。まあとりあえず異性とこう連絡を取るリハビリみたいなので、まあチャットアプリってさ別に出会わなくたっていいじゃない、こう暇つぶしアプリだからと思って、あのちょっと登録してみて、で一応プロフィールにはあの100キロ以上ありますみたいな、太ってますみたいな書いて、で写真も、まあ、あんまり SNS では出してないような体型のわかる写真で、ちょっとまあ一応こう雰囲気わかるようなやつしてやってたんだけど、チャンネル登録よろしく頼む。で、おこなはこのシャネルのやつ。いやー、動画出したての時は100均のメイクとか使わせていただいてました。みんなのおかげって言いたいんだけど、これは、いただいたやつです。いらっしゃいませー。ありがとうございます。これすごいのよ。やっぱデパコスだから、落ち方がすごい綺麗というか、萌はどうもあっしゃーって、ベテラン漫才師さんみたいな、うちの綺麗さ。で、これもうね、1年以上使わせてもらってます。なのに、まだこんないっぱい入ってんの。A Gale More Eno Kara Gay Tiki。 よろしく、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 よろしく頼む。で、その、マッチングアプリじゃなくてチャットアプリか。始めて、やっぱ、チャットアプリはね、あれよね、あの、なんていうの、電車で言うところの特別急行みたいな方が多いっす。伝わるかな？マッチングアプリの方がまだ、割とこう、各駅停車の方が多いんですけどね。なんかこう、おちゃらな方がね、多いし、まあ、その、暇つぶしには持ってこい、だなーって、思いましたね。でもなんかね、二人ぐらい、なんか僕みたいな、もっちゃ、めっちゃ、ふくやかな人好きです、みたいな、すごいアピールをしてくれた男性がいて、顔も出してないし、あの、卑怯っちゃ卑怯なんだけど、ああ、こういう方もいるんだな、みたいな思って。でも私はすいません、あの、ちょっとこう、暇つぶしでやってます、みたいな、ごめんなさい、みたいな、頑張らんやつね。私、こんなんが言ってんだよ。ごめんなさい、とか言ってんの。よだれ出てきちゃった。チャンネル登録、よろしく頼む。ちょっと深めの緑のワンピース、これめっちゃ可愛いの。ここなんかね、細見えポイント多くて、今度紹介するね。なのでちょっと秋っぽい色のやつにしようと思って、このファンの子にいただいた、ありがとうね、使わせてもらってます。去年の夏にパーソナルカラーシードしました。はい、まあ、言わずもがない家で秋です。分かってたよね、みんなね。なんか一縷の望みを追っかけてとかで、ちょっとこうブルベって言われたい性分だったの、私、去年まで。なんかさ、いや、わかんないよ。わかんないけど、私の中で、ブルベってなんか儚いイメージがあって、私、儚くないじゃないね。だからちょっと儚い女子に憧れてたから、ブルベって言われるかなと思ったんだけど、すごい速いスピードで、あ、家出秋です。新潟の伊勢丹でやってくれるんだけど、お手頃価格でやってくれます。で、こういう布とか合わせながらやるんだけど、合うアイシャドウとかいろいろ教えてくれるからめっちゃいいよ。よろしく頼む。やべ、ちょっと塗りすぎちゃったかな。で、そしたら次は、ちょっとオレンジっぽい色を、はい、塗っていく。この色がめっちゃ可愛いのよ。わかり？で、そしたらここの涙袋のところに同じ色を塗り、塗り塗り。なんか、この間、インスタとか見ててさ、友達のお子の猛虎斑がボンって出てきたのよ。なんか、赤ちゃんがこう、寝そべって、天使の羽生えて、なんか、ワンマンスみたいな、あの、ツーマンスみたいな、猛虎斑ってなって。私、友達が猛虎斑のフィード投稿してる時、私、10円パンの投稿してたわ。よろしく頼む。最近、推してきたわ。
綾野剛先生もご結婚なすったじゃないですか。ね。で、まあちょっと推し編しようかなと思って。見つけた。みんなさ、ネットフリのサンクチュアリ見た？あのね、尋常じゃなく面白いから、まずネットフリ加入してる人は全員、みんな島な子で。っていうぐらい、今まで出会った映像、あらゆる作品の中で、私もダントツで面白くて、で、その主人公の一ノ瀬渡さんっていう人がね、めっちゃかっこいいの。なんかすっごいがたいよくて、ね、しかもなんか、ちょっとこう、肉感もあんのよ。なんか、みたいな感じ。今まで私なんかうんち漏らしそうな子が好きだの。お腹弱そうな子が好きで、だったんだけど、まあ、変わったよね。あ、なんか守られたいって思ったし、守りたいって思った。守りたいって思った。え、見た人いる？え、すごいトンクしない？よだれした。次に、ここの、隣のブラウン、濃いブラウンを、キワキワに塗りまし。いいよね、一ノ瀬渡さん。でもね、わかるの。そういうね、ちょっとこう、がたいのいい男性、鍛えてる男性ってね、私の統計よ。私調べよ、あくまでも。ちょっと、華奢で小柄な子が好きなんだよね。よい。で、眉毛はいつも眉毛サロンでやってもらってます。オッケーオッケー。そしたら、何ですか？これ、お仕事でいただいたやつなんだけど、めっちゃいいよ、これ。何がいいかってなんかね、セブンの竜田揚げ張りの、この、わかる？ポコ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 ってなってんのよ。ファミマのつくね串と言った方がわかりやすいですかね。ファミマのつくね串めっちゃうまくない？はい。これだからすごいガッて上がる。一時期カラーマスカラとかハマったんだけど、私多分カラーマスカラすると目がぼやけるんだよね。黒の方がガッとなる。あ、アイライン引くか。ごめん。その前にアイラインを引きまーす。あの、アイライン引くとき、私めちゃくちゃ下手くそだったんだけど、ネットで見たやり方がすごい良くて、二重幅のさ、延長線上に、ちょんって置いてから、埋めるように、こうやると、すごくうまくいくんだって。お、わかる？この感じ。ここを、ちょんと通って、それを埋めるように。で、今日はお出かけなので、ちょっと、ライン引いちゃおう。最近さ、あの、インスタのリールでさ、海外のエケちゃんのさ、なんかハプニング映像みたいなのがすごい好きで、で、ずっと赤ちゃんのやつばっか出てくるんだけど、私の一番お気に入りちょっと再現して、ちょっと再現して、こうさ、赤ちゃんが多分携帯持ってんだよ。で、バンって携帯が落ちるときってあるじゃん。大人でも痛いじゃん、あれ。で、多分携帯持ってバンって落ちて、って泣くやつ、これわかる？今度インスタもしフォローしてくれたらシェアするのでよかったら見てほしい。なんかありがたいね。それさ、お子の予算地のね、お子でこうやって癒されてんだもんね。もし自分のお子ができたらもっと癒されるわけか。すごい目力アップするね。ほいだらほいだらほいだらそういう魚いそうじゃない？日本海で獲れたほいだらの一夜干しみたいな。私今までシェーディングあんまりしたことなかったの。一番すべきなのに、ちょっと買ってみました。ケイトのやつ、すごいご丁寧にやり方とか書いてあるシートがあって、白い方を取って、シェーディングを3の数字を書くように。1でいっか。ちょっと難しい。この辺こう。で、チークはこれいただいたやつなんですけど、人生初のローラーメルシェーですね。なんかあの、R ちゃん、あかりちゃんか。のイメージあるローラーメルシェーって、なんか、R ちゃんの動画見てたら、こういう風に言いたくなっちゃうよね。ごめん、なんか軽々しく R ちゃんとかって。R ちゃんさん。イエベですよね、ちかこさん。つってくれたの、誕生日プレゼントに。ありがとうございます、なつみさん。え、ノーズシャドウ。あ、これでいくか。よろしく頼む。この間新幹線乗った時に、隣の席がなんかサラリーマンの男性が襲われになられて、で、私さ、それでもめっちゃ緊張しちゃってさ、それまで一人だったの。新潟から東京行く時に。
どこから持ってきたんだっけな、あの人。燕三条かな、長岡かな、まあ、とりあえず一駅か二駅ぐらいで周り座ってきて、しかもスーツだったのよ。ですごい足の長い方で、もうなんか一気にピッてなっちゃって、でなんかネットフリックスで私ね、ヴィンランドサガっていうちょっとこうバトル系のアニメを見てたんだけど、ちょっと閉じたもんね。なんか押しの込み始めたしちょっとこうおしとやかに見られたいみたいな。絶対こっち見てないのよ。なのにちょっともうそっと閉じて、押しの込みってんの爆笑。これも友達にいただいた、すごいよね、シャネルのハイライト、めっちゃ可愛い、しばりありがとう、去年いただいたやつです。でちょっと指先で撮って、私いつもこの辺と鼻の頭に塗ってます。リップもこれもいただいたやつです、ありがとう。リップモンスターのマットのやつ、これも重ねて塗ってみようかな。おいしい、いいんじゃない。あとはじゃあ髪の毛を巻いて、これもファンの子にいただいたやつです、ありがとう。てかこの間農家さんねロケ行ったんだけど、その時もおばあちゃんがずっとさ、ここプニ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 してて気持ちいいねって言ってくれてさ、なんかこれで飽きないできないかな。よろしく頼む。よし、髪の毛を巻いていきます。なんかブロッキングって言うんだっけ、こう分けて、あ、こっちか、分けていくといいらしいよ。いつも私は160度で髪の毛を焼いていきます。でこう1回目通して、でこう巻いた時にちょっとこう持つみたいな技を最近身につけました、はい、あ、ちょっとカクってなっちゃったね。今日は外羽のちょっとなんかゆる S 字みたいなやつ、所存イエーガー。あ、やば、端間の奇跡の1枚のポーズ撮ってる。ごめんなさい。ワニワニパニックって知ってる？なんかさ、ゲーセンとかでよくあるやつ。いけ！って言うよね。ごめん。合コンでも使えなさそうなモノマネしちゃった。で後ろがさ、あといつも負けないんだよね。みんな後ろ巻くときどうしてる？ちょっと、S を作りたいので、今日どうしようかな。なんかいつもより2パターンぐらいやっちゃうんだよね。膝を使うタイプ。で、やるパターンと。でもなんかうまくいかないんだよな。これどうやったら S うまくいくんだろう。これつけるの忘れた。これもファンの子にいただいたイファのロックオイル。これ先につけるんだった。ありがとう。使わせてもらってます。これめっちゃいい匂いなんだ。先につけるべきだった。よし。どう？過去一いいんじゃない？旧前澤さんで買ったイヤリングをつけて。これもファンの子にいただいたんですけど、なんかメイク崩れ防止みたいなやつ。キャップどっか行っちゃった。ありがとうね。つけて完成なり。今日はマルニのかわいいよね。ちょっと柄に柄だけど、このハンモックバッグ、ちょっとお値段もそこそこ高かったんですけれど、では久々のメイク動画、皆さんいかがだったでしょうか。このワンピースマジかわいいね。今度紹介するわ。最後までご視聴ありがとうございました。